富士チャンネル。マックをウーバーいたしました。はい、ということで、はい、今さ、月見バーガーの時期じゃない。あ、まだあったかいよ。はい、どうぞ。ポテトとナゲットとじゃん、私これにした。月見すき焼きっていうやつにしてみた。あとチーズ月見、あとママはこれです、月見パイ買いました。ナゲットのソースはもうバーベキューですね。食べ過ぎかしら。はい、で、マックといえば炭酸でしょう。炭酸、これはもうないの。見せてあげて。はい、コアのジュースはいちご牛乳です。はい、こっち座って食べて。今年はジンジャーエールをいただきます。コストコで買ったジンジャーエール。ああ、おいしいね。おいしいね。うまいわ。はい、コア飲む。うー、ママコア、コアコアコア。あ、カリカリね。見てて。うん、すごい。そう、なんかコアは昔ね、謎にね、ポテトの端と端をちぎってそこだけ残すみたいな感じだったの。それが食べれるようになったよっていうことを言っております。はい、ということで乾杯。乾杯。うまい。今日はですね、3連休の始まりの1日目でございまして、セイはですね、キノコ狩りに行きまして、パパさんは3泊4日のお仕事に行きまして、私とコアとノアとソラの4人で暮らしております。そんな日のお昼ご飯、ただいま12時15分です。ママとコアとソラと、そう、そう、4人でね。私はこの月見すき焼きだよ。初めて、なんか月見バーガーは食べたことあるけどさ、すき焼きっていうのは初めて。なんかパンが違うよ。見て。ほんとだ。パンが、じゃん。パンが違うね。なんか違うね。いただきます。いただきます。うんうんうん。あ、美味しいな。うん。そんなに濃くない。パンがふわふわです。おいしいです。ウーバーめっちゃ早かった。頼んで15分ぐらい。コアはさ、ポテトさ、シナシナしてんのとカリカリしてんの、どっちが好き？カリカリとポテト。ママはシナシナが好き。シナシナポテトが好き。カリカリ派？はい、ママシナシナがいい。俺がカリカリと、ママがしなしな。しなしな、これ、うん、なんかさ、へにょんってなってるやつ、こういうの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 好き。どう？僕はこういうの。カリカリだ。ママしなしな。あ、マジで美味しい。このさ、ハンバーガーとジンジャーエールの組み合わせよ。そんな3連休の始まりでございます。うん、そうで、今日は特に何も予定はなくって、明日はノアの高校見学みたいな感じですかね。そうの予定があって、で、その次の日は何があったっけ、そう、私の松江区の予約が入ってるので、コアさんにちょっと付き合ってもらって行って、日曜日はそんな特に予定なくって、ターくんとセイが帰ってくるみたいな感じかな。そうで、月曜日から金曜日がマジで怒涛のスケジュールなんですよ、私。そう、もう全部仕事がぎっしり入っちゃってる感じなので、ドタバタかなって感じなので、割とこの3連休はゆっくり子供たちと過ごせるかなみたいな感じではあるので、そうだから何しようかねっていう話。うん、大人の声、ダンダ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 ダン、言いなくなっちゃった。すごい、なんか汚い、この辺の方がいい。卵がすごい、
これ卵1個なんかな、黄身バーガーって、うん、卵1個ですか。そうだよ、黄身が2個入ってんじゃないかなって思うぐらいの黄身なんですけど。黄身じゃねえ。くにゃくにゃさ、それママ好きなとこ。果たしてこの動画が面白いかどうか説、面白いと思った方はグッドボタンを10個押してください。チュ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 チジュースをこうやって飲むんだよ。ピロピロピロ。もうないの？やばい、ママもあとちょっとで終わっちゃう。うん、これはどうなんだろう。なんか前食べたことある気がするんだよな、去年一昨年。月見パイ、あ、違う、これ食べ方なんかここにバリバリバリってやるのがあるね。ここでやるのかな。ケーキ、ちゃんとした食べ方はね、こうやってすごい親切で、こうだ、こう親切で。いただきます。ママ、うん、もうなくなった。初めましてだ、ママ。もうなくなった。うまくまっか、初めましてだ、これ。初めまして。うん、お餅入ってるよ。ほんと、うん、月見だからだ。お月見団子だ。お餅とあんこだね。お餅と、うん、マジでうまい、これ。ママ、うん、お餅とあんこ、うん、そう、上手。うん、お餅じゃなくなってきた。これめっちゃ美味しい、たまる。うん、牛乳飲むの。はい、こちら前前のコップで牛乳でございます。そんなにですか。大丈夫ですか。私ベーコンポテトパイ好きだったんだけどさ、ベーコンポテトを上回る好きさかもしれない、これ。めちゃめちゃ美味しい。うん、マジでさ、なんか背中に人が3人ぐらい乗ってんじゃないかって思うぐらい、なんか体が重いの。なんかね、今月はね、夏休みに仕事をなるべくこう控えめにしてたっていうのもあって、9月が結構もうなんか忙しかったんですよ。そう、だからなんか休んでも休んだ気がしなくて、寝ても寝た気がしなくってみたいな感じだったから、もうなんかね、肩こりとかいろいろやばいんですよ。そう、久しぶりに昨日お風呂にお湯をためてね、ここはね、お風呂ね、ボコボコして入ったんだよね。ちょうど寒くなっ、ね、ちょうど寒くなってきたからね。今日も入ろう。今日もボコボコ、うん、ボコボコしよう。シワシワ買いに行こうかね。明日、うん、明日買いに行こう。明日買いに行ったら今日ないよ、シワシワ。今日行こうね。じゃあポテト食べたい。ポテト食べてお着替えしたら行ってみようか。もうポテト食べたい。もうごちそうさまなの。うん、行っていい。もうなんか久しぶりにお湯に浸かってさ、なんかちょうど寒くなってきて、気温が一気に、だから湯船がめちゃめちゃ気持ちいい。ちょっとみんなにそう聞きたいことがある。お風呂のお湯は毎回あの取り替えますかっていうのを聞きたいの。そう、私はなんか毎回はちょっとなんかもったいないなと思って、あのお風呂の洗浄バスみたいななんかあるじゃない、それを入れて2日入れたらいいなって思ってんのよ。で、空とセイは湯船に浸からないの。だから使ってる人って言ったら私とコアとノアとター君ぐらいかな。そう、まあだから4人、そうが入ったお風呂を2日連続で使っていいものなのかっていう、みんなはどうしてるのかっていうのはすっごい聞きたくって。そう、なんで毎日さ、お風呂をさ溜めてさ、若いのにお風呂を溜めて新しいお風呂に入ってたらさ、水道代やばくないと思って。そう、まあ、もちろん綺麗なお風呂にさ入りたいよ、入りたいけどさ、なんかちょっともったいないじゃん、なんかまだ綺麗だしみたいな。そう、だからうちはそのお風呂の洗浄剤みたいなやつを入れて2日間入ってる感じなの。でもみんなのお家はどうですかっていうのをちょっと聞きたいなーって思って、しょうもない感じの質問ですけど、コメント欄に書いてもらえたら嬉しいなーって思ってます。そう、なんかこういうちっちゃい、なんか些細な疑問みたいなのが多々あるの。こういうちっちゃな疑問、
例えば他、エプロンは毎日洗うのかとか、あとはなんだろうな、みんなどうしてんだろうみたいなちょっとした疑問みたいなのがね、日々毎日ね私の中ではね起こってるんだけどね、今出てこないぞ、なんかちょっとした疑問。いやそれこそ本当エプロンを毎日毎回洗うのかっていうのもそうだけど、バスタオルをみんな毎回洗うのかっていうのも疑問に思ってる。うちはバスタオルは毎日うちは洗いません。それをまあ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 、それはね私はいいと思ってる。うちはね、うちはもうそれでだって綺麗な体を拭いてるんだから、毎回洗うとうち洗濯物の量がマジでただですらやばいのにもっとやばくなっちゃうから、そうバスタオルは2日に一遍、3日に一遍ぐらいの感じ。リアルな話。そうでもみんなはどうなのかなと思って、はい、そんなちょっとした疑問でございます。お時間のある方だけコメント欄に教えてもらえたら嬉しいなと思ってます。とにかく何よりもこの月見パイが激うまだってことだけ、うん、この動画で伝わればいいかなと思います。マジで面白くないと思うこの動画。まあこんな感じのねゆるい動画であればまた撮影してみようかなって思ってるので、この動画が楽しかったよって思ったらグッドボタンとチャンネル登録お願いします。ということで皆さんお付き合いありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。美味しかったね。ごちそうさまでした